はいどうも隊長です。ウィニングレベル2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。今回の予定はチャンピオンシップ第16節ブレストンノースエンドからやっていきたいと思います。ちょっと動画時間外でチャンピオンシップの第15節やって、3対2でカーディフ相手に勝てたんで、現在ですねストークシティは6位まで来ましたね。首位との差が5ポイントと、前回と首位との差のポイントは変わってないんですけども、かなり接戦ですね上の方は。でちょっとねスケジュール見たんですけども、ちょっとチャンピオンシップの試合数かなり多いんですよね。何節まであるんだ ?46 節まであるんですよ、最終節。これ全部動画にしちゃうとかなり長くなっちゃうんで、ところどころは自分が動画撮ってない時の時間でやります。そして監督キャリアの方でオファーが届いてますね、クラブチームから。ハルシティから、そしてクレルモンと。まだこのぐらいのオファーしか来ないよね。もうちょっと有名になればビッグクラブからのオファーあると思うんですが、監督のオファーは基本的に断りますね。もうストークシティ1本でやっていきます。そしてメールの方にもですね、ハリーポストの出場停止処分が明けたと、前回ハリーポストレッドカード食らって3試合の出場停止をね食らっちゃったので、今日の試合出していくかもしんないね。そして移籍リストに入れた選手たちも何人かねオファー来てるんで、ちょっと見ていきましょう。やはりなんかチーム予算っていうのは増やしていかないといけないんで、カトルやバシリとか、あとベリコ・ミハイロフにオファー来てます。あとウルフ・セイファート、いやーいいとこに目つけてんな。ただちょっと後ろの選手たちはねなるべく出したくないんですよ。なんでウルフ・セイファートは交渉を中止にして、カトルやバシリもいずれは使わなくなるんですが、冬に移籍してもらってはちょっと困るとこがあるんで、これは中止にすると。で問題はベリコ・ミハイロフですね。前回点決めてくれて結構活躍してる選手、23歳の67なんですけども、うちのチームにはゴイオスとかキケ・アルカスがいるんで、あとオースティン・ハービーとかレイナー・ジャービスはこれはもう移籍リストに入れてんで、このオースティン・ハービー・ジャービス、イド・ドリーセンに関してはオファーが来たら、放出するって感じで。ベリコ・ミハイロフ本当は出したくないんだけどね。でも移籍金が172万っていう多額な移籍金なんでね、マジで愛着湧く前に交渉成立しとこう。ベリコ・ミハイロフの放出、これが決定しましたと。で給与予算も379,900円と、ユーロだユーロだった。見ていきましょう。一番点決めてんのがゴイオスとベリコ・ミハイロフだ。ベリコ・ミハイロフに関しては5試合出て5ゴールしてんじゃん。で放出しましたねゴイオスがいるんで最多得点は5ゴールか、その次にキケ・アルカスって感じですね。まだまだだな、まだまだ。試合データこれもねちょっとよく見といた方がいいね。攻撃傾向、ポゼッション、ロングパス、最も使用した攻撃コンセプト、カウンターとショートパス、支配率は1試合平均 47% と。失点がかなり後半になると多いですね。失点はちょっと多いかな。得点パターンはスルーパスによる得点が多いですね。ボールダッシュ回数、やっぱバシリとかエリクソンあたりになるか。バシリにオファー来てたけど出さなくてよかったな。今守備の要となってる選手が本当バシリなんで、あと中盤のジャッキー・ライスとヘッティヒね、この選手はね今崩すわけにはいかないんだよな。とりあえずセンターバックはモブ顔でもいいんで、冬の移籍市場で補強したいと思います。今いる選手だけで何度かやっていけたらなと思います、1月までは。ということで次の試合ですね、プレストンノースエンドは11位です。下の相手には負けてらんねえ。相手メンバーの総合値見るとそこまで強いとは思えないんで同じぐらいか。はい、ということでプレストン戦決めていきます。ゴールキーパーオットー・メリコフ、左ルカ・ジョルザ、バシリ、エリクソン、セイファート、アンカーにイバン・ヘッティヒ、ジャッキー・ライス、エグバート・キャッスルダインに、左ニュロップ・カールセン、右キケ・アルカスに、ど真ん中ゴイオスでやっていきたいと思います。マジで大変よ今いるメンバーたちでやりくりすんの。これ仮にもしね来シーズンプレミア行けたらもっときついよね。これ1年ぐらいは2部にいた方がいいんじゃないのって思っちゃう。この戦力でちょっとプレミア昇格は後々痛い目合うな。来た、クロス来た、エリクソン、ちょっと危ない。
まあ、いくつか選択肢はあるんですよね。ルカ・ジョルザとかね、ジャッキー・ライスあたりを育てて、あのビッグクラブのオファーを待って、そのおお多額な移籍金を手に入れるかっていうね、やり方も、まあ、あるっちゃあるんですよね。まあ、長い年月をかけなくてはならないんですが、さあルカ・ジョルザ、うわーっと、でもこれでボール失わないルカ・ジョルザ。いやゴイオス、なんで引いた、そのまま前走ってくれればよかったのに。おいおいおい、バシリー守備の要、ジャッキーライス、ヘッティヒ、ゴイオス縦突破してキケアルカスに取って、これシュート、うんー惜しい、クロース、ういねー、いいクロス、カトリア・バシリ、ほっここ使って、いやーなんでーなんでー連携取れてねーな、あそこもっとコミュニケーション取れ。ヘッティヒからニロップ、あーよっ、終わっちゃうのか。前半0-0、前半でゴールネット揺らせなかったんですが、まあ、いいところあったんで、あとはパスの精度だな。一応僕こういうことも一応できるっちゃできるんですけど、右スティック適当に動かしてるだけなんだよ。 OK ルカ・ジョルザ、うん、おれ米ナイス。え、プレストン、なんかクラブ総得点ランキングではトップらしい。その相手に今無失点とは、いい守備できてんじゃねえかみんな。うわ使われた、左使われた、よし、ジャッキーライス、ナイス、ジャッキーライス決めた。いやキケアルカスのポストプレー良かった、素晴らしい。ジャッキーライス、キケアルカスに預け、いやこれいいね、これ、いやこの体の入れ方いいな。おーでまたナイス、簡単にクロス上げさせんな、上げさせんな、ルカ・ジョルザ、よっしゃヘッティヒナイス、やばい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 、オッケーオッケー、えこの位置はやばい、この位置はあー助かった。今作のなんかフリーキック入る率えぐくない、相手のあの距離はもう入っちゃうよ。もう後半の終了間際に1点取られるって落ちもういいからな。来たゴイオス、あートラップがでかい、これは終わるぞ、終われ終われ終われ、はい、OK、よし、勝った、逃げ切った。プレストン相手に 1-0 で勝利、ジャッキー・ライスのゴールで、ナイスー。この試合、お互いシュート全然打ってないですけども、少ないチャンス生かしたね、ストークは。さあ、16節を終えて、ストークシティは5位、浮上、首位との差は4ポイントと、ストークシティ連勝を伸ばすと、交渉、交渉、来てるぞ、交渉。ベリコ・ミハイロフは1月1日に移籍予定。マラカイ・パリスターにオファーか。マラカイ・パリスター今27で63。ああ、もうこれ出しちゃおう。マラカイ・パリスターも出しちゃおうか。これ最高賞でちょっとでも値段上げられないかな。契約解除金に達しているため、これ以上の増額はできないと。ああ、じゃあ無理して最高賞はやめよう。マラカイ・パリスターも交渉成立。いいね。どんどんチーム予算が増えていく。少しでも増やしていかないとね。スカウティングの情報も来てます。確か弱点の補強でフランスの方に送ったんですけども、この選手良さそう。クエンタン・ベナ、21歳で68、成長しそうですよね。でいろんなポジションできるんで、現在ニオールにいると。クエンタン・ベナいいね。センターバックだな、フォワードはいいわ。とりあえずクエンタン・ベナをまあ、レンタルで獲得するっていうのもありだよな。とりあえずリストアップ選手に登録。弱点の補強、ここね、センターバックだ。あれ？あ、ディフェンダーでセンターバックだね。
ここに設定しよう。あ、あと国はどこでもいいや。国は、あ、でも国設定しといた方がいいか。ヨーロッパの方面に。じゃあオランダで。フランスばっか攻めるとフランスだらけになっちゃうからな。エグバート・キャッスルダインのプレースタイルについて、トレーニングの成果をご報告します。エグバート・キャッスルダインは個別トレーニングの結果プレースタイルが変化してきたようです。今では彼のプレースタイルを2列目からの飛び出しと呼んでも差し支えないレベルに達してますと。お、ルカ・ジョルザも来てんね。攻撃的サイドバックと。いいね、選手たちの成長こうやって実感できるとはね。シェフィールド・ウェンズデイ、格下です、21位。もう勝とう勝とう勝とう。今日はボーナス試合だ。ここで勝たないと上にはいけねえ。ちなみにプレミアリーグ現在どうなってんすかね。おお、マンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドが争ってる。下にトッテナム、リバプールと並んでますね。チェルシーが調子悪。下の方にはね、シェフィールド、ニューカスル、クリスタルパレスって感じですね。サウサンプトンも危ないな。あ、ここでちょっと年俸見れるんですけど、一番年俸もらってんの誰？キケ・アルカス。そしてエグバート・キャッスルダイン、ルカ・ジョルザ、ヘッティヒ、メリコフ、ゴイヨスと。やっぱそうだよね、上のやつらは大抵出してるもんな、試合に。待って、ルボン・ブラニー結構高いな、出してないんだけど。16万って、ルボン・ブラニーは試合に出してないんですよね。もう年齢とか見て34歳なんで、一応移籍リストには載っけてんだけど。いや、来てほしいな、ルボン・ブラニーには。オファー、いろんなポジションできるんで、いい選手っちゃいい選手だけど。お、今日は絶好調な選手多いね。どうしよう、キーパーどうしよう。復帰したハリーポストでいくか。ハリーポスト、いや今日はレッドカードもらわないよね。16歳58。まあ、現在重点トレーニングでね、ゴールキーパーの数値を上げているんですけども、まあ、ここはちょっと信用しましょう。信用っていうか、いや完全には信用してないよ。完全にはまだ経験が足りてないんで、ハリーポスト君には。いや経験を積ませます。失点しても仕方ないと思ってるから。でルカ・ジョルザにバシリ・エリクソン、この2センターバック本日絶好調。そしてランスロット・コールフィールドじゃなくて、今回はウルフ・セイファートラね、ここは。でアンカーにヘッティヒ、ジャッキー・ライス、エグバート・キャッスルダイン、左にニュロップ・カールセン、右にキケ・アルカス、トップにゴイオスって感じですね。これでいこう、これが一番だ今のところ。ストークシティのベストスターティングメンバーということで、シェフィールド戦やっていきたいと思います。本日の先発ゴールキーパーはハリーポスト。前回の試合で3試合の出場停止処分を食らいましたが、久々の先発です。さあキャッスルダイン、キケアルカス、ワンツーいけるか。ニュロップカルセン、コントロールシュート、入った、いきなり入った。ニュロップカールセン、ストークシティの左ウィングを担当しております、ニュロップカールセン。いやー、このコントロールシュートはいいよ。早速6分で先制。ちょっとすぐ失点するの良くないから、もうここから本当集中、0-0っていう気持ちでいこう。0-0っていう気持ちで、まだ点は取ってない。もういつも1点取ってすぐ取られっからな。そ、特にサイド要注意だな。ルーカ・ジョルザ、ナイス。キーパーに戻そう。ハリーポスト、ハリーポスト、はい。久しぶりのボールタッチはどうだ。はい、え、待って、いきなり、おらー、ナイススライディング。いや、めっちゃナイススライディングじゃん。リプレイ、これも完全に終わりましたよね。打たれたら終わりでしたもんね、これ。で、ここにスライディングしたのが、多分バシリですよ、これ。センターバックの。うおー、めっちゃナイスタイミングのスライディング。今のあそこで守んなかったら、もう点は取られてたな。早い。ウルフ・セイファート。クロス行きた。ポスト、ナイス。さあ、ニューロープ・カールセン。点を決めたニューロープ・カールセン。はい、落としの、お、もう一回いける、いやー、右空いてますね、打ってきた、はい、コーナーキックか、コーナーキックはちょっとわからんな、ショートコーナー来た、あー前向かれた、ここ向かしちゃダメ、オーケー、さあキケアルカス、
さあ左サイドニューロップカールセン持っていきます。ルカ・ジョルザ、あジャッキー・ライス、うるれ入る勢いだったな今の。ジャッキー・ライスのミドルシュート、威力やば。キャッスルライン縦、はい、あーちょっと流れちゃうよなそこ。よし前半終了、1点守りきってとりあえず前半終えましたと。でも互角なんだよな、遠目から見たらマジローソンのユニフォームなんだよなおっとウルスセイファート、今のスルーパスよく止めた、ナイス。不動の右サイドバックになったな。ここ縦パスやっぱすげえ流れんな、走りながら出してるからかな、めっちゃ流れる思ったより。おいけ、オッケー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 、シュート大事、シュート。あー守れ守れ守れ、うぃー、ゴイオス走れ走れ走れ、ゴイオス全然走らんじゃん。あれあニューロップカールセンがいけると思ったらゴイオスのところキケアルカスにして右パリスターにしましょう。ゴイオスは後半で交代、えいポスト、今のところポスト変なミスないっすね。さあエグバートからパリスター、パリスター速いぞ、いいね。いやーそっちか、もっとマイナスだと思ったのに。パリスタークロース、うん、え待って、どうなってるどうなってる、ほいほい、おれいやよかった俺のイメージ通りだったな、ちょっとは完璧じゃないけど 80% はイメージ通りだった。よし、いや今日2試合とも 1-0 か、そんな点は取れてないけど着実に勝ててんな。おニューロープカールセンユニフォーム脱いだ、ガタいいねこの試合はストークシティの方が攻めてはいましたけども、シュート本数は少なかったですね。もうちょっとシュート本数打てるようになりたい、この試合のマンオザマチニューロップカールセン。そして第17節を終えてストークシティ4位となりましたね。調子乗ってきたぞ。次ブレントフォードか、今のところずっとリーグ戦やってる感じで特になんか映像の演出とかはないんですけども、多分ストークでやってるからだろうね。次のブレントフォード戦は3位なんで上位対決になりますね。あでも移籍期間もう来てるか、どうしよっかな。じゃあ次回はちょっと3試合やりますか、ブレントもやってハダースフィールドもやってで移籍期間で原口と久保を迎えると。ということで今回のマスターリーグはここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。